こんにちは。清水市民病院からのお知らせです。今回は腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡手術に関してお話しいたします。近年、内視鏡のデジタル化や性能向上に伴って外科手術における内視鏡手術の導入が全国的に広がっています。当院でも平成27年4月から腰の手術に対して内視鏡を導入いたしました。腰椎椎間板ヘルニアとは、左の図のように背骨のクッションである椎間板が飛び出して神経を圧迫する病気です。腰椎の3番目から5番目がヘルニアになりやすい場所です。実際の MRI 画像では矢印で示した部分が飛び出したヘルニアです。右の図を見ると神経を押さえていることがわかると思います。椎間板ヘルニアは加齢とともに椎間板が傷んで変性し生じます。悪い姿勢での動作や作業、また喫煙も原因と言われ、遺伝子による影響があることも近年分かってきています。症状としては腰から臀部、下肢へのしびれや放散する痛み、また筋力低下や場合によっては麻痺を生じることもあります。痛みを避けようと背中を無意識に横へ曲げる姿勢を取る傾向も認めます。治療としては安静が第一であり、内服薬やブロック注射、コルセット装着等の保存的な治療が多くの例で有効ですが、一部の症例では手術治療が必要となります。手術を行う場合、小さい傷で痛みを少なくなどの理由から、従来法ではなく内視鏡下椎間板ヘルニア切除術、以下 MED を希望する方が最近は増えています。 MED では手術中に X 線透視装置を使用し、より確実でピンポイントに手術を行います。図に示すように内視鏡で拡大した画像をモニターで見ながら神経を慎重に避け、下の写真のようにヘルニアを摘出し神経を楽にします。 MED 法では従来法と比べ皮膚切開は2センチ弱と少なく、図のように従来法では背骨から筋肉を剥がし手術を行う必要があるところ、MED 法では筋肉の隙間に筒を分け入れて手術をするため、筋肉を骨から剥がす必要がありません。よって体へのダメージが小さく、痛みは軽度であるため翌日から起き上がって歩行が可能となります。傷跡が小さい、術後の痛みが小さく回復が早い、感染の危険性が少ない、筋肉へのダメージがより小さく済む、退院や日常生活への復帰が早いといったメリットが挙げられます。また当院では腰椎椎間板ヘルニアだけではなく、腰部脊柱管狭窄症といった病気でも内視鏡を用いて手術を行っております。ただし脊椎の形やヘルニアの出る場所によっては内視鏡で対応できない場合もありますので、手術を考慮する際はご相談ください。清水市民病院から腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡手術に関するお知らせでした。